まずは学校に慣れることから始めよう。はい、小田先生。あ、西岡先生。この子が例の転校生ですね。副担任の星ヶ丘ゆりです。よろしくね。あ、よろしくお願いいたします。困ったことがあったら相談してくださいね。ありがとうございます。今日は転校生を紹介する。先生と一緒に歩いてた子、斉藤機長と申します。よろしくお願いいたします。なぜこんなにも女子が多いのだ。もしやこの女衆は皆信長様の正室候補なのでは。初めに言っておきますが、私は16歳になったらすぐさま信長様の妻になるとお約束いただいております。あくまで正室は私、皆は側室としてなら信長様のおそばにいても用を与えます。どうぞおわきまえを。おいこら、くしょー、余計なこと喋るなって言っただろう。大事なことでございます。信長様こそこんなにも妻候補をはべらせて。何勘違いしてんだ、こいつらはただの生徒だ。ああ、みんな、なんでもないから気にすんな。機長はあそこの席に座れ。